テイテュースとは、ギリシア神話の女神である。長母音を省略してテテュスとも表記される。ウーラノスとガイアの娘で、ティーターン親族の一人。オーケアノス、コイオス、クレイオス、ヒュペリーオーン、イーアペトス、クロノス、テアー、レアー、テミス、ムネーモシュネー、ポイベート兄弟。またオーケアノスの妻で、 三千人の家臣の息子と、オーケアニデスと総称される三千人の海や泉、地下水の女神の母である。ホメイロスによれば、彼女の住まいは大地の果てにあるとされる。また、テーティウスとオーケアノスはヘーラーをクロノスからかくまって育てたが、オーケアノスと喧嘩をして、以来、両者は離れて暮らしていると言われる。ヒュギーヌスもテーティウスを、ヘーラーのウバと呼んでいる。 ヒュギーヌスによると星座になったカリストが海に沈むのを禁じたのはテーティウスである。なお、ギリシア神話にはテーティウスとは別にテティスという名前のニウムペイが登場する。自然科学の分野にはテーティウス神にちなむ故障があり、テティス、テティス、テティウスなどと呼ばれる。ありがとうございます。